はい、皆さんこんにちは。今日はお母さんと一緒の線路は続くよどこまでもについてですね。この歌は皆さん知らない人は多分いないんじゃないでしょうかね。お子さんたちも保育園や幼稚園なんかでも歌っていて、みんな知っている曲かもしれませんね。そんな中でも乗り物の歌なので子どもたちにも人気があるんじゃないかなと思いますね。はい、誠お兄さんはそろそろ卒業も近づいていて、もうベテランなんですよね。あずきお姉さん、ゆういちろうお兄さんも超ベテランとなっていって、今後も続いていくんじゃないかなと思いました。はい、今日はお母さんと一緒の線路は続くよどこまでもについてでした。次の動画を楽しみにしていてくださいね。